旅館の朝ごはん、メインはこれ味噌汁だね。これね、これが耳のりって言って、地元の浜で取れるやつを冬寒い時期温泉の人たちが取りに行ってるらしいです。すごいすごいよ、なんかこれキクラゲみたい。うん、歯ごたえも良くてね、磯の香りが強すぎないのがいいかも。ピントが合いにくい。うん、うん、ここの旅館は出汁安定だね。うん、美味しい。あとはいろいろこうバラエティーとかだけど、まあ朝食です。ココミのご飯スペシャルメニューは、卵焼きとお味噌汁。はい、ココミいただきます。いただきます。よくできたね。お味噌汁おかわりです。まあご飯もおかわりしましたけど、食後のコーヒータイムです。ご飯はどれも美味しかったです。ただあれね、ご飯の友がありすぎて米食べ過ぎになりそうなので、ね、ちょっと残しました。はい、ごちそうさま。ココミごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、してくれません。はい、貧困温泉とても良かったです。お風呂はもう面白かったし、ご飯も美味しかったね。なんか突然のにわか雨で、今日天気予報曇り晴れだったんだけどね、晴れてくれることを願いつつ、まずは森町のいかめしリベンジに行きます。綺麗綺麗。BGM がアンパンマンだけどね。YouTube にアップした時、この音楽のせいで著作権違反報告されて動画流れなくなるかもしれないけど。はい、柴田商店リベンジ。一応オープン時間9時らしいんだけど、すでにもう9時10分ぐらいだけど閉まってます。これはリベンジ失敗かい、もしかして。キヨスク行ってみましょう。ここが森町の駅です。こんにちは。そこの柴田商店って開かないんですかね。柴田さんね、今ね、イカ飯がこの間開かないんですよ。あ、そうなんだ。したらもうちょっと待ってたら来るんですかね。ココミー、おいで。ひぃ、はい、いらっしゃい。はい、安倍商店のイカ飯買ってきました。ちなみに直売所の名前は柴田商店。紛らわしいよな。思ったよりちっちゃいです。これぐらい。いよいよご開帳。おー、おいしそう。おいしそうだけど箸がない。ちょっと用意します。それではいただいてみます。頭からガブリッといきます。うまそう。うん、うん、もち米。うん、うまい。昨日のと全然違う。ほんと？おいしい。味付けは昨日のも良かったけど、こっちの方がね、なんか染み具合とやっぱご飯うまいわ。もち米の方が。でもね、染み染み具合は昨日の方が染みてる感じ。午後だったからじゃない。あとね、イカの身がこっちの方がすごいしっかりしてる。イカがね、なんかふっくらしてる。はい、ここみ。おいしい人。
ただきます。はい、いいわ。うん、どうですか、お母ちゃん。美味しいです。ね。はい、これはもうペロリと完食ですね。はい、それじゃあここみ、一旦ごちそうさまでした。やって、ごちそうさまって。ごちそうさまでした。函館に向かってまた途中の大沼で寄り道していきます。今度はもう10時、時間が10時なんで10時のおやつです。じゃあさっきのイカ飯は、イカ飯は朝ごはん第2。はい、大沼です。湖畔の道路、なかなか雰囲気がいいですね。はい、大沼です。ガリガリの観光地です。あ、ここみが乗れる自転車あるよ貸し自転車。大沼の周りチャリるのかい。ここかな、本当にこう一部に有名な鈴井さんの団子。あ、これだ、大沼団子です。はい、どうぞ。醤油とごまを買ってきました。ピョン、トロリロン。ココミの顔にオートフォーカス取られます。大丈夫かな、ここ。うん、普通の団子だね一個一個がちっちゃくてこう可愛らしいっていう。ごまの方が美味しい。ごま結構なんかあのね、甘さ控えめで普通にあれに使えそう、ごまあえに使えそうな感じの。まだ朝一だからかこう団子も絶好調だね。ほわんと柔らかくて、これでも一人で食ったらヘビーだね。はい、大沼団子いただきました。これ小だよね。うん、小で350円ぐらいだけど駐車場代400円で700円超えの団子でした。来るときは大沼観光を兼ねてきた方が良さそうです。はい、ここみ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたこまかたけがちょうど木で見えないね。なんないの、イトチン。面白いよ。はい、ここだ。ここにギャン泣きしてる。さあ、ここみ。はい、全然コントロール取れない。あ、やばい、こぼさ。ぶつかる、ぶつかる。みんな流れ。気持ちがいいね。よかった。はい、ソフトクリーム買いました。じゃじゃん、イカスミソフトと山川牧場のバニラ。はい、いただきます。うん、全然イカスミの味しない。でもちょっとコクが出てるのかな、牛乳しっかり系の、うん、でもちょいざらつきしてるね。うん、美味しいです。なんかね、こっちね舌触りはネロンとしてんだけど、なんかね生臭さじゃないんだけどね、独特のコクが出てる代わりに何か失ってる。きたね、垂れる垂れる。次はまた函館の方に向かってラッキーピエロに寄りたいと思います。ラッキーピエロ、まさかの大行列。これ確実に1時間待ちコースです。はい、ラッキーピエロ、店舗が混んでいるのでテイクアウトにしました。車の中で食べます。はい、ここみ、パチ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 。いいわ。お父ちゃんはラッキーエッグバーガーです。すごい、卵か。こっちがチャイニーズチキンバーガーって超スタンダードな唐揚げが入ったやつです。レタスと、あと
ポテトがこういうふうにチーズたっぷりカロリーマジンです。ででででーん、はい、いただきます。うわ、うん、相変わらず美味しいですよ。バンズも癖が少なくてごまたっぷりなのが香ばしくて美味しいです。全体的に具材はふんわりと柔らかい感じでボリューム満点。味付けはケチャップとデミソース混ざったような感じで、そこに目玉焼きのっかってハンバーグだから、まあ、間違いはないよね。ポテトです。チーズとこのケチャップデミソースみたいなのがたっぷり。うん、なんちゃってグラタンみたいな味します。これだけで優に700-800からカロリーありそうな。1回で唐揚げにはいきません。甘辛い中華味のやつだっけか、一気に全部入れない。はい、落とす落とす、大丈夫。どう、美味しい。はい、ほぼほぼだけど。バイバーイ、ココミバイバーイ。なんだ今のとこ、ゴミ。びっくりしたね。船行っちゃったね。はい、ロープウェイに乗って函館山に登ります。この坂結構この車きつそうだぞ。あそこか、駐車場空いてるといいね。そいよそいよ。南部坂。え、南部坂です。よいしょ。出口線よ、入り口どこよ。あれさっきのじゃあ下の方かな、こっち回ってったらどうな。はい、ロープウェイ乗ります。乗るよ。動き始めてよ。内側がいいんだね、うん、夜景見るなら。ちょうだい、ここ見、そこかい興味示すの。扉です、ココミの興味は。はい、ココミ。もうイヤイヤして仕方ない。ちょっとそこで遊んで。ギャン泣きです。函館山の景色です。無事大混雑のロープウェイも 乗って降りてきました。疲れたけどよかったね。じゃあ晩ご飯食べに行きます。まずお寿司のカンタロウに行ってみます。函館チェーンの回転寿司、混んでたらどうしようかね。もう一個奥に回らないお寿司屋さんあるから、そっち行ってみるか、ラーメンはしごにするか。はい、本日の晩ご飯はお寿司屋さんの木原です。カンタロウがなんと1時間以上待ちでげんなりしてやめました。
ここみ乾杯だよ。乾杯。はい。乾杯。はい、先にココミのご飯来ました。かんぴょうと納豆といなりです。じゃあお父ちゃんも味見しますよ。ココミかんぴょういただきます。いただきます、うん、おいしい。うん、かんぴょうもねしっかり味付け系の、まあ俺は優しいかんぴょう系が好みだけど、ハマ味付け。酢飯もね、柔らかめの酢飯、あまりきつくない。これはいい魚が期待できるんじゃないですかね。お父ちゃんも納豆巻きも1個いただきよ。うん、酢飯がすごい酢弱めだと思うね。甘みもあんまりつけてないし、魚の味に自信があり、楽しみですね。ごめんなさいね。今うちの店がここなんですよ。はい。でね、あっちはね、もう青森なんですけど、うん、こっちから行きますよ。はい。このトロと赤身ね、はい、ここのトロってトイっての、はい、まあ、クロマグロ。あとこれヒラメはね、この松前のヒラメ。ね、ネボッケってのこのトイの僕らの、うん、ネボッケね。うん。とこっちがイクラは新物カヤベだな、この辺だな、うん、はい、ウニも函館、うん、これは紫ウニね、うん、アワビも松前の方のこの津軽海峡だから、ブリはここの今の定置網で取れてる、うんうん、あのトロブリやね、ホッキガイはねこの苫小牧の、あ苫小牧、うん、そうそう、でボタンエビはここの噴火はこの辺で取れてる、うん、ってことでいいですか、はい、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます、ね、もしよかったらウニとエビ、はい、貝はこのうちの昆布塩、はい、塩だけでもうまいですから、ね、はい、わ、はい、かりました。いい、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも、はい、すごい全部近海物にしてくれたね、うん、はい、じゃあいただきます。赤身からいこうかな。ポイサンマグロの赤身です。うん、おいしい、おいしい。さすが鶏の本マグロです。次白身いきます。これカレーズだけ、松前の、これも松前で食べようと思ってたんだけどね。うん、この酢飯は赤身に合う。次ホッキ行こうかな。ホッキしようって言ったよね。うん、貝はしよう。ウニもって言ったよね。うん、生です。あ、これちゃんとね、さばいた後、今さばいてバーンとこう四五硬直させたやつだ、硬くしたやつ。じゃあ今食べた方がいい。うん、うん、鶏トロです。ピントが合うね。これはお持ちしました。うん、うん、鶏トロすげえ油けどさっぱりしてる、くどくない油。はい、次ホッケの刺身です。ホッケの刺身ってこんなさっぱりしてない。前札幌で食べた時の感じと違う。うん、ウニ、アワビは塩で。アワビって生のままだと酢飯との絡み悪いよね。トロ赤身も美味しかったから期待。赤身の方が美味しかった。トロ筋張ってるから、筋張ったところでちょっと非常に絡みが悪かったね。赤身の方が当たりでした。
エビ頭の汁も美味しいです。はい、ちょっと席変わりましたけど、ごちそうさまでした。近海物の握り10貫セットで3500円でした。ごちそうさまでした。はい、寿司の後のラーメン屋です。函館といえば塩。スープめっちゃ好み。スープはすごい好みだ。ニンニク入りです。この麺にはね、ニンニク入った方が好き。美味しい人。ひたすら手づかみラーメン、はい、美味しかったです。スープは塩がすごい美味しかった。おいしそう。一発目ラーメンでした。はい、かかみごちそうさま。晩ご飯2連続を終えてお風呂に行こうと思ったけど眠いんで今日は寝ます。今日の寝床はフェリー乗り場駐車場にします。明日朝起きてお風呂行こうと思います。